もうすっかり夏ですね。暑くて通勤が大変だよ。それに比べてペンギンは楽でいいよね。え、なんでですか？だって冷房の効いた会社に絶対いるじゃないか。わざわざ帰る必要がないなんて、ぷぷ、羨ましいよね。熱中症で倒れてしまえ。抵抗ペンギン。幽霊が実在するとどうなるのか。それにしても不思議ですよね。この会社は超ブラック企業なのに冷房だけはしっかりしてるじゃないですか。むしろ寒すぎるくらいだね。お前たちさっきから何を言ってるんだ。え、この会社に冷房なんてないぞ。幽霊より。じゃあなんでこんなに涼しいの。ボロい分風通しがいいんじゃないか。それか幽霊の仕業かもしれませんね。そんなわけないだろ。ペンパイって幽霊信じないタイプのペンギンですか。幽霊のメカニズムは科学的に解明されているものも多いからな。なぜ喋れるのか証明されていない僕たちの方が不気味なのかもしれませんね。見方によってはオカルトだからね。脳の錯覚。幽霊のメカニズムは科学的に証明されてるってどういうことなんですか。幽霊は脳の錯覚が原因で模様が人の顔に見えているだけだったという実験結果があるんだ。心霊写真とかがそれだな。けど前にペンパイたちが一人かくれんぼをした時は思いっきり怪奇現象が起きてましたよね。あれは脳の錯覚じゃ済まない気が。あの回は常識が通じなかったからね。そもそもこの世界じゃ常識なんて合ってないようなものだけどな。平行世界説。平行世界説なんてのもあるな。平行世界説？俺たちが普段いる世界にそっくりな世界が存在していて、そこで生活している人々の姿がこの世界に幽霊として映し出されているという説だ。幽霊は生きてる人間ってこと？この説が正しければそういうことになるな。じゃあ怖がる必要ないじゃないか。幽霊が出てきたら僕の代わりに働いてもらうよ。いつか絶対呪われますね。寒気。ねえ、ちょっと寒すぎない？少し肌寒いな。外は夏真っ盛りなんですけどね。ほら、ちゃんと働いてるかって寒っ。モニターなのに寒いとかあるんですか。会社の金で作った超ハイスペックモニターだからな。究極の無駄遣い。この寒さは答えるな。ついに我が社にも冷房が完備されたのか。お前に金かけなければ設置されてたかもな。噂。なんでこんなに寒いんだ。二人は臆病だから幽霊の仕業だって怖がってたんですよね。お前がそれを言うか。幽霊か。上司は幽霊信じるタイプなんですか。そういうわけじゃないんだが、ある噂があってな。噂？なんでも過労死した社員の霊が生前残した仕事に未練があって社内をうろついてるとかいないとか。この会社だったらない方がおかしい階段ですね。ペンギンもそうなりそうだよね。俺が過労死しないように少しは自分で仕事をしてくれ。怪奇現象。何帰ろうとしてるんだ。ちょっと用事があってね。まさか幽霊が怖いんですか。そんなわけないじゃないか。仕事を残して帰るのは許さないぞ。あ、ペンギンが代わりにやってくれます。ならばよし。おい、じゃよろしく。クソパンダが。じゃあ後のことは任せたぞ。俺も凍える前に帰らせてもらう。故障か。さすがハイスペックだな。マイナス4機能は問題なく動いてるみたいですね。うるさくない分今の方が便利だな。もしかしてこれも幽霊の仕業ですかね。こいつがポンコツだっただけじゃないか。すいません、自分も帰っていいですか。ちょっと怖くなっちゃって。残ってる仕事はどうするんだ。それは俺がやっておくから帰ってもいいぞ。天敗。遭遇。ああは言ったものの、一人で全部こなすのはきついな。の停電か。この状況は絵面的にまずい。クリエイターが手抜きしてると思われるぞ。このくらいならセーフか。な。幽霊。過労で幻覚が見えてるのか。く、来るな。クソ、体が動かない。これも過労が原因なのか。クソ、仕事ならいくらでもくれてやる。俺のそばに近寄るな。あの、君がここで過労死したペンギンの霊ですか。は？死刑ってさ、やる方も嫌だけどやられる方も嫌だよね。まあ僕には関係ないんだろうけど。次回死刑執行人になるとどうなるのか。お前次回死刑らしいぞ。え、ファンアートの募集をしているぞ。詳しくはツイッターを確認してくれ。書いてくれてありがとうな。ペチ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 。
ャンネル登録よろしくな。登録するといいことあるの？俺が無限にピチピチしてやる。ピチピチ、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 この腹黒パンダが。